1948年9月24日の創業から今年で75周年を迎えるホンダが、これまでの歩みを振り返ることができる企画展、ホンダアラウンドザワールド世界に広がるホンダを開催中だ。ホンダ青山ビル1階青山ウェルカムプラザでは、中国で発表された新型 EV、E、ニューヨーク湾や、13年ぶりにタイプ S の名が復活し話題となったアキュラ、TLX をはじめ、日本ではお目にかかることがないモデルを中心に、グローバルでホンダの事業を支える製品が一堂に展示されている。テーマは、世界中に広がり続けるホンダのチャレンジとその思い。ホンダの2輪、4輪、パワープロダクツ事業の原点となった製品や、現在グローバルで市販されるモデル。さらにホンダの考える未来のモビリティコンセプトが展示され、過去、今、未来のホンダの姿を見ることができる。会場は地域ごとに分かれた展示となっており、世界各地でのホンダの取り組みが一目で分かるようになっていた。ホンダ好きなら見逃せない。注目の4台。中でも車好き。ホンダ好きなら見逃せないのがやはり TLX タイプ S だろう。ホンダの高級ブランド、アキュラの4ドアスポーツセダン TLX をベースに、3リットル V6 ガソリンターボエンジン、ダブルウィッシュボーンフロントサスペンションを備えたスポーツチューンドシャシー、強力なブレンボ製ブレーキを装備した高性能モデルで、最大出力は 355HP、最大トルクは 49kgm を引き出す。軽量アルミホイールは NSX にインスパイアされたものだという。レッドメタリックの展示車両は会場の中でもひときわ存在感を放っている。中国エリアの展示にも注目だ。一見ベゼルのように見えるライトブルーの車両は、ホンダが中国で展開する EV の E、ニューヨーク湾だ。今週欧州にも投入される E、ニューヨーク湾は、グローバルでホンダの電動化の旗頭となるモデルで、航続距離は 412km と発表されている。展示車両は研究所で使われていたプロトタイプで、右ハンドル仕様となっていた。E、ニューヨーク湾の隣には見慣れないミドルサイズの SUV が並ぶ。東風ホンダから販売されている UR-V だ。ホンダらしいデザインのクーペ SUV で一見するとコンパクトだが、そのサイズは日本でも販売されていた CR-V よりも一回り大きく実用性の高さもうかがえる。同じクーペ SUV タイプの ZR-V とは違う存在感があり、中国で発表されるや日本導入に期待する声が上がったのも納得できる。また、青山ウェルカムプラザの入り口には、北米で展開するピックアップトラックリッチラインが鎮座している。オフロードバイク2台を荷台に乗せたスタイルは、アメリカらしいモビリティの楽しみ方を彷彿させる。レッドメタリックのボディにブラックのアクセント。ゴールドのホイールという HPD、ホンダパフォーマンスデベロップメントならではのカスタムが施されていた。トヨタ、ハイラックスの人気や、日本への投入が予告されている三菱、トライトンなど、ピックアップトラック需要が高まる今こそ、日本導入にも期待してしまうが、4輪バギーや EVTOL のタービンも開催は7月31日まで。会場にはこの他にも4輪バギーのタロン線 X や、アジアやアフリカで人気の2輪モデル、ポータブルバッテリーを搭載した電動3輪タクシーといったモビリティだけでなく、ホンダの原点と呼ぶべき車両、製品。未来を予感させる EVTOL、用のガスタービンハイブリッドシステムなど、ワクワクさせる展示が満載だ。ホンダアラウンドザワールド世界に広がるホンダは、7月31日までの開催。入場は無料なので、車好きやホンダファンは気軽に訪れてみてはいかがだろうか。